おはようございます。今日は11月19日土曜日です。実験生活1679日目ですね。で、今日からですね、今日から新しくタイトル変えてやっていきます。だいたいグリーン豆乳と玄米ご飯で生活実験1日目ですね。グリーン豆乳っていうのはグリーンスムージーと、あと豆乳を1対1で割ったドリンクですね。それと、まあ、玄米ご飯で基本やっていくっていう形です。まあ、実験進めていくってところですね。玄米ご飯に関してはそのグリーン豆乳でやった日ですね、 1.5リッター絶食の日を何日かやって、休息日に玄米ご飯ですね、玄米ご飯で、まあ、体重体脂肪率を回復させるっていうね、まあ、その目的で使おうかなって思ってるところです。基本常食には一応しないようにしたいと思ってます。常食にしたら事件にならないからね。そんな感じで。で、運動に関しては、まあ、ウェイトトレーニングを週2回から3回ですね。週2回から3回。で、それ以外の日はジョギングですね。で、ジム行かない日はジョギングでやっていきます。あんだけかな。あと、パソコンがちょっと壊れちゃったもんで、壊れちゃったっていうか、ブルー画面が出て、で、メモリークラッシュになるんだよね。動画編集ソフトを使うとクラッシュするもんで、なんでちょっとね、編集ができないんだわ。だからアップロードもできないんですね。で、今日メモリーを増設してみようと思うもんで、で、それが明日届くんで、明日ちょっとメモリー挿して、で、まあ、動けば動画編集そのままやって、で、まあ、その後アップロードですね。まあ、そんな感じで進めていきます。導入パソコンが直んないようだったら、もうちょっとアップロードできないもんで、まあ、早めに仕事を見つけて、で、30万ぐらい稼いで、で、それから、まあ、パソコン買って、で、再開って形になりますね。じゃあ、いつになるか分かんないけどね、そうすると。まあ、そんな感じです。まあ、おそらく治ると思うけどな。治ると思う。だから治ってくれなきゃ困るんだけどさ。です。したら始めていきます。あ、で、もう今、玄米ご飯を炊いてる最中なんだよね。もうじき炊き上がる。あと5分ぐらいで炊き上がるもんで。まあ、そしたら玄米ご飯食べて。で、今日は玄米ご飯とあとグリーン豆乳ですね。まあ、両方取っていきます。今、出来上がったところですね。あれ。玄米1合と16穀米 50g です。で、味付け、醤油、みりん、日本酒、で、昆布ですね。昆布のかけら、破片がまあ少し入ってるってとこです。味、箸向こうで1回だ、これ。味はいいんだけど、なんかまだ玄米が硬いな。芯は残ってないっぽいんだけど、なんかちょっと硬いんだよね。残ってないかな、微妙に残ってるかな、芯。玄米モードで炊いたんだけどな。まあいいや、これ取っていきます。2杯目これですね。玄米1合と16穀米 50g で、味付け醤油と、あとお酢ね、お酢、穀物酢を入れています。なんかお酢入れたらどうかなと思って、で、玄米モードじゃなくて熟成玄米モードですね。あ、玄米熟成モードだったかな。そっち1時間半かかる。そっちでやったらどうかなと思って。普通の玄米モードが硬かったもんで、割と芯が残ってる感じがあったんで、まだ。こっちの方がいいかな。お酢は、まあ、入れてたらどうなのかっていうのちょっとよくわかんないんだけど、なしでもやってみないとわかんないんだけど、少なくとも熟成モードの方が良さそうだなってとこですね。したら取ってきます。
今ジョギングから帰ってきました、まあ、いつも通りですね、まあ、そこそこ走ったっていうところです。で今ちょっとご飯、醤油ご飯、玄米ご飯ですね、炊いてるんで、まだ1時間ぐらいかかるっぽいけど出来上がったら食べようかなと思ってます。今3回目ですね、今日醤油ご飯、玄米ご飯ですね、そしたら取ってきます。おはようございます。昨日の結果報告ですね。11月19日土曜日、実験生活1679日目、代替グリーン豆乳と玄米ご飯で生活実験1日目です。うん、いっか、うん、で天気晴れ、睡眠時間8時間ですね。夜中深夜0時半から6時までの5時間半と、あと午後1時から5時までの間のうち3時間ぐらい寝てるんで、まあ8時間半ですね。大体だけどね。日中に寝ちゃったのは、ちょっと時間わかんないんでね。ジョギング5キロですね。で、ウェイトトレーニングはなしです。あと飲食。まず飲んだもの。グリーン豆乳1000ミリ。水500です。固形物が玄米ご飯3合ですね。食べ過ぎだっちゅうな。お腹別に減ってるわけじゃないんだけどね。ただ、いろいろちょっとね、試行錯誤してみたかったんでね。ってところです。尿回数4回出てて、濃さ平均的、量も平均的な量でした。大便1回出てます。朝色焦げ茶色、太バナナ状20センチプラス中太バナナ状10センチプラスクラッシュ状で400ミリくらい、平均的な硬さで匂いはそこそこありってところです。本当なんかね、焦げ茶色だったね。最近焦げ茶色なんで出てきてなかったと思うけどな。うん、なんかすっごい焦げ茶色だった。おそらくね、あのチョコレートオールブラン、ね、オールブラン 200g のあのチョコレートだね、まあ、あれで間違いないと思うな、原因は。でクラッシュ状っていうのは、あのソフトクリームはね、ニュルニュルっと細いのがね、わーっと出る感じなんだけど、クラッシュ状はなんかブチュ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 っていうね、ほんとクラッシュしたような感じの便なんだわ。形がなんかちゃんとできてないっていうのかな。なんかそういう出方の時もあるんだよね。うん、たまに。まあそんなところです。量は割とね、割とたくさんの量今日出てるってとこです。おなら時々あるで匂いはなしですね。うん、今日はね、日中もあって、で、走ってる時もあって、で、翌朝だね、翌朝にも、まあトイレの中でね、おならあったんだけど、匂い全くなかったですね。全くない。まあ、走ってる時のおならは分かんないけど、匂い。まあ、まずないと思う。ってところです。で、今日の気づき。まずね、朝の玄米ご飯ですね。あれ食べてからね、片頭痛がひどく出たね。きつかった。割ときつかったね、今日。で朝はね、16穀米 50g と、で味付けに醤油、みりん、酒、昆布入れてんだよな。でこの酒じゃないかな、原因は。片頭痛の原因ね、多分酒で間違いないと思う。醤油とみりんは前にもね試してるし、あとまあ昆布は関係ないと思うから、だから酒だと思う。酒ってね、片頭痛出たりするよね。悪い酔いするとさ、頭ガンガン痛くなったりするじゃん。先じゃねえかな。だけどあんな酒ってちょっと入れただけだよ。ほんとちょっと入れただけで、しかもあれ炊飯器だもんで、ねえ、アルコールなんか飛ぶじゃんさ。なのに片頭痛出てくるんだよな。まあ取らない方がいいっすね、酒は。体にはまあ良くないし。ってところですね。で今日玄米ご飯2回目ですね。2回目お昼頃にイチゴを入れてるのは、16穀米 50g と醤油と、あとお酢ですね。お酢入れた。ただね、お酢入れてもね、別にって感じだったね。特に何か変わるっていうか、まあ味微妙になんかちょっと違うかなって気がしないでもなかったけど、まあそう美味しくなるってわけでもないし、お酢入れる理由はあんまないかなと思ったところです。で、3回目の玄米ご飯は16穀米 50g と、あと醤油ですね。醤油だけで味付けしてるんだけど。
まあ、醤油だけでいいかなと思った。十分かなってとこですね。他何も入れる必要性ないなって。みりんにせよ、お酢にせよね。まあ、醤油だけでいいじゃん。いつも濃い口の醤油使ってるけどさ。まあ、質のいい醤油をね、垂らして味付けして食べるだけっていうね、具も一切なしでね。まあ、その形がいいなって思ったところです。まあ、椎茸とかね、あれば、まあ、刻んでね、入れてもいいなと思うけどさ、椎茸ぐらいね。まあ、体重体脂肪率があんま減ってきた時にね、1.5 リッター絶食続けていってね、体重体脂肪率があんま減ってきて、ちょっとまずそうだな、回復させた方がいいかなって時に、玄米ご飯ですね。ちょっと作るのはいいかもしれないと思ったところです。で、あとね、今日もね、なんかあんまり蚊に刺されなかったね。夜寝るときも楽に寝れたんだよ。ただ割とね、寝るときブーってなんか何匹か飛んできたけどな。飛んできたけどね、なんか全然平気だったね。なんだろうね。なんかあんま刺されないし、飛んできてもね、刺さずになんか逃げていっちゃったりするんだよね。逃げていっちゃったというか離れていくんだわ。いつもだったらオートミール食べてた頃なんかもう頻繁にブスブス刺してくるんだよね。すっごい刺してくるんだわ。何これってぐらい。まあね、常時10匹ぐらいかいるんだけどさ、榊ね、たくさん刺してある、あれ紅茶のやつかな、紅茶のなんていうのかな、あれ水差しみたいなやつの中にボウフラも湧いてんだよ。あそこでボウフラがかえってね、蚊になるっていうね。割といつも 5,6 匹ぐらいね、ボウフラを追って、でそれがかえって蚊になるもんで、部屋に10匹ぐらいいるんだよいつも。で寝るとき電気消すと途端にブワーって寄ってくるんだよね。 5,6 匹寄ってくるんだ一気に。で寝る前じゃなくってもう夜になると大体寄ってくるね、刺してくる、数匹、足とかね、手とかね。顔はあんまり、電気つけてる時は顔あんまり来ないけど、電気消してさ寝るぞって時に顔に集中してくるね。なんだけどね、なんか玄米ご飯食べてからはあんまり蚊に刺されないですね。なんでか知らんけど、あんまり蚊に刺されない。楽だよ、すごい楽。でもしかしたらね、もしかしたら今蚊がたくさんいるのも、まあ、自分がね引き寄せたのかなって思ってるんで、前話したっけ、仙道だね、新仙道、なんかどっか行っちゃったけど、本とか行っちゃったんだけど、新仙だね、仙人の本に、その仙人修行の中で蚊に刺されるっていうね、仙人修行があるんだよ。ちょっとマジで本どっか行っちゃったわ。ちょっと探さないかんけど、でそれ読んでたもんで、なので、まあ、蚊に刺される修行もちょっとね興味があったんだよね。まあ何のか分からんけど、前にその榊をね買おうと思ってお店に行ったらさ、スーパーとか行ったらさ売り切れで、いつも行ってるスーパー行ったら売り切れで、で違うところホームセンターとかさ違うところ行っても売り切れで、で結局元気のところにあって、唯一元気で、まあ、榊を買ったってことがあったんだけど、その元気の榊の枝にそのボウフラだね、ボウフラの蚊のね、蚊の卵がどうも付着してたっぽくって、これでボウフラがいっぱい帰って、で蚊がたくさんね部屋に湧いたっていうね、そういう状況になったわけだ。でこれがちょうどタイミング的にその新鮮度の本を読んで、蚊がまあ修行にねいいかどうか分かんないけど、そういう修行があるっていうのを知った後なんだよね。できすぎなんだよな、なんかどうもできすぎなんだわ。多分ね自分で引き寄せたんだろうなと思うけど、でその蚊がもしかしたらね、その新鮮度の道を進むっていうね、つまり不老不死とかね、まあ宙に浮いたりとかさ、あと仙居って言って、まあ昇華だわな、体をまあ光に変えてで向こうの世界に行くっていうね、その道において、まあその道しるべじゃないけどさ、
どういう飲食をとったらいいのかっていうのを教えてくれる、まあそういう役割っていうのかな、役割をまあ果たしてくれるっていうのかな、かもしれないんだよね、かもしれない。なんか蚊に刺されないようになっていけば、そっちに進んでいけば、まあ神仙の道に入っていけるというか、神仙の道に沿って進めるっていうのかな。なんか蚊にたくさん刺されるっていうことはそっちじゃないって教えてくれるみたいな、そういう可能性があるなと思ってるところですね。まあ可能性の一つだけどね。それでいくとオートミールは違うってことなんだよな。まあオートミール体にもいいしね、有名ではね。で水野南北さんも、まあ、米じゃなくって麦だね、麦を勧めてるんだけど、だ麦の方が良さそうに思えるんだけど、うん、実際オートミール取ると、あのミューズリーもそうだけどね、ミューズリーとかオートミール取るとめっちゃ蚊に刺されるから、新鮮度においては、うん、そっちじゃないのかもしれないって思ってるところですね。うん、で食事の量をねどんどん減らしていくと、どっかで蚊に刺されなくなるんだけど、うん、あるところでね、うん、多分ね、そういう状況でね、蚊に刺されなくなるぐらいのレベルでやるっていうね、うん、これがまあその仙人の道としてね正しいっていうのかな、まあそっちに進むべきだっていうね、そういうふうに教えてくれてるのかなとも思ってるんで、でそっから行くと、まあ、取るものとしては固形物としてね、固形物として取るものはオートミールじゃなくって玄米ですね。玄米の方がいいのかもしれないってとこです。うん、蚊に刺されなくなる、刺されにくくなるっていう点においてね、まあそっちが正解なのかもなって思ってるとこですね。だから今後ね、今後ちょっとまあ玄米をね使ってやってみようと思っています。まあ基本はね 1.5 リッター絶食でやっていって、でね、どっかでね、まあ休息日設けるときに、玄米ご飯ですね。玄米ご飯をまあ1合、1日1合だな、うん。食べるっていうね。まあ日中にね、日中に1合食べる。まあそういう形でいいんじゃないかなってとこですね。あとまあ運動もね、ウエイトトレーニングとかするもんで、まあその辺で、必要になる可能性もあるんでね、玄米ご飯がね、いちごも食べたら食べ過ぎだけどな、うん、0.5 合ぐらいで炊けるのかちょっと分かんないけど、できたら 0.5 合ぐらいで、まあ、ウエイトトレーニングの日はね食べるとか、うん、まあどういう風にやるのが一番いいのかはね、ちょっといろいろ試していこうかなと思っています。まあ、基本は 1.5 リッター絶食で1週間ぐらいね続けて、であんまり体重体脂肪率減っていくようなら、ちょっとどっかでね回復させるために玄米ご飯を取るっていう、まあそういう進め方がいいんじゃないかなっていうところですね。うん、あんまり無理するとね、それもあれだしなって思うんで、やっぱね回復期間に何を取るかっていうのはね、いろいろ考えてて、うん、なんかねこれだっていうものがなかなかないんだよね。で今のところもミューズリーが一番かなと思ってたんだけど、蚊にめっちゃ刺されるなってとこだけ気になってたんだ。そしたら玄米ご飯がね、なんか不思議なぐらい蚊に刺されないっていうね、なんかあるのかな、うん、で玄米ご飯の方がまあ新鮮度にはいいのかなみたいな。でも五穀立ちとかあるよなとかさ思ったりするわけだ。まあそんなところです。まあ、今後ね、今後、まあ玄米ご飯を醤油でね、醤油入れて味付けした玄米ご飯ですね。まあ炊くときにね、醤油入れて炊くっていう形。まあ、ここでやっていこうかな。味はもう普通に美味しいですね。普通に美味しい。まあ味付け、まあ味ご飯だよね、味ご飯。うん、具なしの味ご飯っていうのかな。玄米だとね、お腹全然減ってかないっていうか、割と膨れた状態をずっと維持してくれるんだよ。なので、まあ、いちごあったら全然余裕でいけるかなと思うけどね。もしかしたらね、玄米ご飯いいかもしれないっていうところですね。一応、今週だね、今週っていうか、今回分、ね。この土曜日から次の金曜日までね、の今週分は、一応、グリーン豆乳と玄米ご飯でやる予定ではあるんだけど、
ちょっとね、今日まあ11月20日日曜日なんだけど、今日はちょっと柿とか食べちゃうかもな。まあ果物を食べちゃうかもしれないですね。まあ玄米ご飯は食べない予定です。うん、一応ね。だ柿食べてて、なんかちょっと気持ち悪さがあって、玄米ご飯食べたら治るかもしれないな、みたいな感じだったら、ちょっと、いちごだけね、いちごだけ作るかもしれないけど。まあ、ちょっとなしで行く予定です。グリーン豆乳と、あと柿ですね、今日は。でやろうかなと思っています。うん、で玄米ご飯取るとね、割とその 1.5 リッター絶食が恋しくなるっていうのかな。あの空腹感、空腹感が欲しいよみたいな感じになるんでね。うん、だからそういうのを、まあ休息日に玄米ご飯はいいかもしれないっていうところです、ね。うん、ただ柿がね、1階に割とあったんで、まあ柿食べちゃうかなと思ってますね。今のとこね、うん、食べる予定です。で、あと、パソコンがうまくちょっと調子悪いというか、うん、動画編集ソフトが使えないもんで、パソコンのスペック的にメモリークラッシュしちゃうもんで。で、今日ね、今日メモリーが届くはずなんで、で、前に買ったコンプレッサーですね。コンプレッサーをちょっと使えるようにして、で、エアーですね、エアガンで、まあ、ホコリちょっと吐いて、拭いて、で、メモリー差し込んで、使ってみようかなっていうのを、まあ、今日やる予定です。で、まあ、うまくいかないと、アップロードができないというか、編集作業はできないんでね。まあ、うまくいくといいけどな。そんな感じですね。まあ、ついでに、キーボードとかね、キーボードも奥の方に割とホコリ入っちゃってたりするんで、まあ、その辺も拭いてみたりとか、あと、ヒゲ剃りですね。ヒゲ剃りも、まあ、エアガンでね、ちょっと拭いて綺麗にね、掃除したりとか、まあ、やろうかなと思ってるけど。まあ、その辺進めていく予定です。そんだけですね。明日始めていきます。これメモリーですね、届いたんで2枚、 8GB×2 ですね。ちょっと挿してみようかなと思います。これで直らんかったら終わるですね。
これでいいはず。新しくねさせたんでちょっと確認してみます。今ジョギング行ってきました。なんかね右の脳、右脳が片頭痛出てるんだよね。で微妙に気持ち悪いんだよな。昨日の朝ですね、朝玄米ご飯食べてからですね、からずっとなんか片頭痛と微妙な気持ち悪さがある。こんだけ治んないってことはお酒じゃないな、おそらく。お酒だったらもっとねそんなかかんないと思うからってことはやっぱ玄米ご飯かな。 あれ取ると片頭痛出てくるんかなってとこです。今作ってんだけどね、玄米ご飯1合今炊いてるところです。あと15分ぐらいかな炊き上がるんで、まあ炊いたら食べてってとこですね。今作ってきました。玄米ご飯ですね、1合味付け醤油だけです。で16穀米を 50g ですね入れてます。したら取ってきます。おはようございます。昨日の結果報告ですね。11月20日日曜日、実験生活1680日目、代替グリーン豆乳と玄米ご飯で生活実験2日目です。天気は曇り、睡眠時間8時間、夜中深夜0時から午前8時までの8時間ですね。ジョギング5キロ、ウエイトトレーニングはなしです。あと飲食ですね。まず飲んだもの、グリーン豆乳1000ミリで、固形物が柿4個と玄米ご飯1合です。割と今日も少ないんだよね。尿回数5回出てて、濃さ少し濃いめ、平均的な濃さ薄い時がありました。量は平均的な量でした。大便1回出てます。夕方頃、色茶色、一部黒色。太バナナ状30センチ。プラスソフトクリーム状で100ミリくらい。プラス粒状で2粒。平均的な硬さで匂いはほぼなしってところです。匂いはね、もう完全なしって言ってぐらいだったけど、なんか微妙にね、微妙になんかある時が、そんなわずかな時間ね、ある時があった。最初出してる時は全然なくって、あれもう完璧ないじゃんみたいな。腸環境めっちゃいいじゃんみたいな。そんな感じだったよね。まあほぼほぼなしっていう感じですね、匂いは。で、色は完全に茶色だったんだけど、部分的にね、なんか黒かったんだよ。なんだろうな、あの黒色。あ、ブルーベリーかな。っていうかブルーベリーしかないな。2日前の金曜日にブルーベリー 300g 取ってるんで300g あれだな、あれで間違いないですね。でとこです。おなら時々あれで匂いはなしですね。で今日の気づき、今日はね、まあ、朝から片頭痛がひどくってねあと少し気持ち悪さもあったってとこですね。なんで、まあ、昨日だね、昨日の玄米ご飯食べてからなんか片頭痛出てきて調子悪くってって、まあそれが続いてったってとこですね。あの柿と玄米ご飯両方悪いかもな。なんかあの辺食べると調子悪くなるね調子悪くなる。だまあ柿は農薬で間違いないと思うけど、玄米ご飯なんだろうねあれ。まあ、単に醤油で味付けした具なしの味ご飯っていうか醤油だけの味付けなんでね。まあ16穀米入れてあるけど、そんな体に悪いようなものではないと思うんだけどな。玄米だし、でしかも玄米で食べる用のご飯だしな、あれ割とね、玄米もね、胚芽のところにね、農薬溜まってるよなんて話もあるけどさ。今までね、それで普通気にせず食べててね、調子めっちゃ良かったんでね。あんな気にしなくてもいいぐらいだなと思ったけど。ただ、やっぱ玄米ご飯であっても、
ちょっと精神の状態は少し悪くなるね、絶食してる時に比べたらね、やっぱちょっと悪くなるね。まあなしにした方がいいかなと思った。あと蚊に刺されたな割と刺された今日。ラスト玄米ご飯1合取ってって、あとまあ柿だけだから今日はね、そんな変なもん取ってないんだけど、玄米ご飯でもまあ刺されるなってとこですね。で、同じ刺されるんだったらミューズリーの方がいいな。サイテンバッハのミューズリー、アクティブピープルですね。あれが一番いいですね。あれが一番いい、まあ、体に入れた時だね。取った時の体の状態とか精神の状態がいいもんで、あれは、まあ固形物を取るんだったらあのミューズリー一択ですね。あのミューズリー、サイテンバッハのミューズリー一択ですね。ただお金かけずに、しかも体重体脂肪率まで上げて、でまあ味もまあまあいいと、で作るのも簡単に作れるというのであれば玄米ご飯かなってとこですね。まああれだったらね、そんなお金かかんないから。ミューズリーはね、一袋1000円かかるんで、あれ体にはいいけどめっちゃお金飛んでくんでな。でも玄米ご飯だったらイチゴね、知れてるもんね、金額にしたってね。醤油だってそんなに使うわけじゃないし、まあ16穀米がなくなったらもうなしにするしさ、って考えると割と玄米ご飯はありかなとは思うけどね、なので、まあ、1.5 リッター贅食でやっていって、どうしても体重体脂肪率落ちすぎだという時に玄米ご飯ですねはいいかな。まあ金銭的に余裕があったらミューズリーの方でもいいと思うし、まあそんな感じです。で、玄米ご飯どうしようかな、もうちょっとなしにしようかな、玄米ご飯。まあ2日しかやってないんだけど2日しかやってないんだけど、もうなしにして、ちょっとねノート新しくなるんだわ、今までのやつね、これもう使い終わったんで、でノート新しくなるんで、まあ、ここら辺でちょっと新しくね本格的にちょっとやっていきたいんで、やっていきたいって、やって気持ち的にはやっていきたいんだけど、なんで玄米ご飯のタイトルはもうなしにして、まあ大体やったし、まあ、カットってとこなんで、まあたまにね、たまに撮るかもしれないけど、基本なしで。で、ちょっと買い出し行ってきます。もうグリーンスムージーと豆乳がないもんで。で、まあ、買ってくるときに、ついでにちょっとみかんかな。まあ、果物をちょっと煮てみようかなと思っています。あんまね、みかん食べたいって気持ちもないんだけどね。みかんか、あるいは、まあ、ジュースだね。果物ジュースとか。なんかドリンクもので良さそうなのがあったらドリンクの方にするし、なかったらまあみかんでもいいかな。みかんもほぼほぼあれ液体みたいなもんだから、まだいいかなってとこですね。ちょっとなるべく固形物は買わないように今しようと思っています。ちょっとね、本格的に 1.5 リッター贅食の方でね回していきたいんで、で今週は一応まあグリーン豆乳だけタイトルグリーン豆乳だけにしようかな。やれるかどうか分かんないけど、グリーン豆乳だけ、だいたいグリーン豆乳で生活実験ですね。今日1日目って形です。だけどみかんとか多分買ってきちゃうんで、まあなんかドリンク取っちゃうかもしれないしってとこですね。でまあ、今日はジョギングにしようかなと思ってます。ジムは明日行く予定ですね。明日行けないわ。まあ、いっか。とりあえず今日はジョギング行こうかなと思ってます。なんかね、雨降ってて、夜中ずっと雨降ってたんだよね。で、今晴れてんだわ。晴れてて、そう、なんか気持ちがいいもんでね。気温がいいっていうか、こういう日はまあ、ジョギングの方がいいわな。ってところです。まあ、そんだけかな。もうすでに1杯目、グリーン豆乳は取ってる。500ですね。で、今からちょっとゆっくりして、あ、パソコン一応大丈夫そうだな。大丈夫そう。やっぱメモリー新しくね、挿したら16ギガだね。16ギガ。
刺したら、まあ、良さそうですね。なんか安定してるっていうか、うん、大丈夫そうな感じがしたっていうところです。うん、まだあと、ちょっと、まあ、ラストの編集は問題なかったけど、その動画のね、材料っていうのかな。撮影したやつだね。撮影したやつをドカンとね、編集ソフトの方にね、入れ替えるっていう。その時が一番、なんていうのかな、負荷がかかるもんで。その負荷でどのぐらい問題ないかっていうのをちょっと見たいなと思っています。うん。メモリー交換だけで結構変わるもんだなと思ったけどね。うん。まあそんな感じです。うん。あんな簡単にね、やれることだったら、もっと早くやっときゃよかったと思うけど。そもそもメモリーの問題っていう認識なかったからな、今まで。うん。うん、一応やれてたわけだしね。やれてて急にやれなくなったって言ったら、なんか別の要因だと思っちゃうな。ってとこです。そう、まあそんなわけですね。したら今から、買い出しですね。ちょっとゆっくりしてから買い出ししていきます。今ジョギングから帰ってきました。まあいつも通り5キロですね。で、なんかね、魂がみかん良くないっていうもんで、もう今日から絶食にします。今日からですね、絶食する。で、 BMI が 17.5 を切ったらちょっとなんか取ろうかな。回復のためにミューズリーとかね、まあ、取る予定です。あとは、まあ、玄米ご飯とかでもいいけど、なんか取って回復するみたいな。 17.5 切るまでは、まあ、絶食ですね。ドリンク、今からちょっと買い出し行くんだけど、まあ、固形物は買わずにドリンクだけ買ってくる。コレイチとか、あとまあオレンジジュースとかね、まあ、その辺はいいかなと思うんで、まあ、野菜ジュースとかね、うん、あのカゴメの野菜生活100のマンゴーとかはやめとくけどね、前調子悪くなったんでね、うん、まあ、そんな感じで今から買い出し行ってきます。今買い出しから帰ってきました。買ったもの、コレイチですね。コレイチ1本と、あとグリーンスムージー3本ですね、と丸ごと果実感トロピカーナのオレンジ、これ1本で、野菜&フルーツ 100% 野菜デイズ農協ですね、これ1本で、雪豆乳これ4本だったかな、買ってます。そんなわけですね。したら、まあ、この辺とかね、取っていきます。おはようございます。ちょっと電池切れを起こしてたね。部分的に映ってないところがあると思うけど、まあしゃあないですね。昨日の結果報告です。11月21日月曜日、実験生活1681日目で、タイトルをちょっと変えます。今日からですね、今日からドリンクのみの絶食実験ですね。ドリンクのみの絶食に入っていきます、今日から。で、天気晴れ、睡眠時間8時間半ですね。午後11時から午前7時半までの8時間半です。ジョギングは朝5キロ、ウェイトトレーニングはなしです。あと飲食ですね。まず飲んだもの、グリーン豆乳1000ミリ、コレイチ豆乳1000ミリ、オレンジ豆乳1000ミリ、野菜デイズ1000ミリ、あとオレンジジュース300です。グリーン豆乳はいいよね。グリーンスムージーと、あと、有機豆乳、半々で割って、作ったものを1000ミリ。で、これ1豆乳もいいよね。カゴメの野菜1日これ1杯と豆乳1対1で割って作ったもの。オレンジ豆乳がトロピカーナのオレンジですね。あれそのまま飲むと結構きついんで、きつかったんで、うん、途中でもう豆乳で割ることにしたんだよね。うん、で、それをオレンジジュース300で豆乳200で割ったタイプ。これを2回作ってるんで、で1000ミリ
野菜デイズはいいよね。あの農協の野菜デイズですね。あとオレンジジュースっていうのがトロピカーナのオレンジ、これをまあ原液で300ほど飲んでいます。尿が数9回出てて濃さ平均的かなり薄め、完全無色、量は平均的な量でした。完全無色の尿とか久しぶりだけどね。まあ千日ゼシクの時はしょっちゅうあったけど、やっぱドリンクが多いとね、尿の色がどんどん薄くなっていって、もうほぼ無色っていうか完全無色の時も出てくるってとこです。大便1回出てます。昼過ぎですね。ふとバナナ状20センチ、プラスチューブとバナナ状25センチ。平均的な硬さで匂いはほぼなしってところです。匂いはね、まあ、ほんとほぼなしでいいかな、みたいなところですね。なんかね、かすかに、ない、まあ、あるとはちょっと言えないぐらいのかすかなものをね、感じるっちゃ感じるんだけど。まあ、でも、あるって言ったら明らかに語弊があるっていうか。もうないって言った方がこれはいいレベルだなっていうぐらいですね。おならたまにありで匂いはなしです。今日の気づき、今日はまあなんで絶食だよね。絶食、もう絶食することにしたんで今日からやっていきます。まあ千日絶食の時と同じような感じですね。まあ基本っていうか、まあドリンクでやっていくっていう形です。固形物は取らないですね。ブルーベリーだけちょっとどうしようかなと思ったんだけど、まあなしにしちゃいます。とりあえずなしでやっていく。で、いつまで絶食するのかっていうその期間ですね。期間に関しては、BMI で 17.5 を切るまでですね。17.5 を切ると、ちょっとね、危なくなってくるっていうのかな。やばくなってくるんで、17.5 を切るとね。まだ17のあたりはね、17だったらまだ大丈夫っちゃ大丈夫なんだけど、16入るともう本当にやばいんだけどさ。それもまあ体脂肪率次第ではあるんだけどね。体脂肪率がまあある程度高かったらそれでもいいんだけど。まあ、今までのね、実験の経験からね、17.5 近辺をボーダーラインにしといた方がいいかなと思うんで。なんで、BMI で 17.5 を切るまでは絶食って形ですね。やっていきます。で、とりあえずそれの今日1日目ですね。なんで、ドリンクだけでやれてるんで、固形物はなしですね。で、オレンジジュース、あのトロピカーノのオレンジジュースで割ったオレンジ豆乳ですね。あれ割と調子良かったもんで、まあ、今後使っていってもいいかなと思ってます。あのトロピカーノのオレンジが1パック900だもんで、まあ 300×3 でやろうかな。250だとすごい中途半端になっちゃうもんで、1対1だとね。300ですね。3対2ですね。豆乳200で、トロピカーノのオレンジは300で作る。そういうのも1日に1杯ぐらいはちょっと入れてもいいかなと思ってます。あとはまあグリーン豆乳とコレッジ豆乳ですね。コレッジ豆乳がね、やっぱ調子よくって、オレンジジュースを飲むとね、なんか甘さがきつすぎてね、なんか胸焼きまでいかないんだけど、ちょっと微妙に気持ち悪いんだよね。だけど、その後にコレッジ豆乳ですね、飲むと落ち着くんだわ。コレッジ豆乳やっぱいいな、あれ。安定するっていうのかな。あんま取りすぎると飽きちゃうけどさ。まあ、1日に1、2杯とかだったらいいかなと思いますね。だ今日はまあ、取ってる量が4300なんで、ちょっと多すぎなんだよね。だこれを 1.5 リッター、半分以下ですね。半分以下に抑えるっていう形。まあ、そこに持っていくんだけど、まあ、とりあえずは、固形物を取らない状態であれば、まあ、OK というか、そういう形でやっていくんで。ちょっと多めに取っちゃう時があっても、まあ、いいけど。まあ、なるべく少量でやりたいなと思っています。野菜デイズが値段ちょっと安いもんで、安くて割と味も美味しいんだよね。ただ、なんかね、ちょっと若干調子悪さが出るけどな、あれ。農薬なのかな。農協だしな。若干調子悪さ出るんだけど、まあ味もすっきりしてて割と美味しいし、値段も安いからね。まあ今後はちょくちょくね、買ってもいいかなと思ってるところです。そんなわけですね。で、今日11月22日火曜日ですね。今日は、ちょっと講習会あるもんで、講習に今から行ってきます。時間はないんだけども、8時半ぐらいには出ないとあかんね。で、ドリンクは一応グリーン豆乳を水筒に入れて持っていく予定です。あとは、まあ、麹水を300ほど持ってってもいいかなと思ってるところですね。それぐらいでやる予定です。どうしても足りんかったら、まあ、昼にね、
なんか買い行くかもしれんけど、まあ足りんくなることはないだろうと思うんで、むしろ飲みすぎでトイレが近くてね、講習中にトイレに行く回数が増えるっていう、そっちの方が気になるところですね。で、帰ってくるのはまあ夕方かな、夕方か夜あたりですね。ちょっと買い物をするかもしれないんで、スーパー寄ってで帰ってくる予定です。そんだけですね。まあ一応絶食なんで、ドリンクでやるっていうところです、今日も。運動は、まあ、帰ってきてからちょっとジョギング行くかもしれんけど、まあ、と多分今日はなしですね。運動なしです。です。そんだけですね。もうすでに一杯グリーン豆乳は取ってます。まだ100ぐらい残ってたけど。したら愛講習行ってきます。今帰ってきました。講習終えて。で、帰りにちょっと買い出しで、これですね。野菜デイズと、あとは名楽の飲む果実オレンジ。前買ったよね、これ。前買って、で、なんかちょっとお腹の調子が悪くなるな、これ、みたいな話して、結局その後やめちゃったんだけど。味は美味しいんだけどね、なんか飲んでから、なんかちょっとお腹が少し痛むっていうかね、ちょっと調子悪くなるんだよね。久しぶりに買ってみた。まだなるのかなと思ってさ。でならないんだったらこれ使っていくし、なるようだったらもうこの間のオレンジジュースですね、トロピカーナの900のやつ、まあそれしかないかなっていうところですね。でトロピカーナのやつは900ミリだもんで、まあ300でね、32で割るけど、これは1000ミリ入ってるんで、容量1000ミリだね。なんで250ですね。250と250、1対1で割って飲むっていう形です。な感じかな。で、今からこれと、あとこれで割ったやつね、飲んで、で、ちょっとなんか甘さが強いっていう風だと、まあこれ1ね、これ1豆乳も追加で飲んでって、ってやっていこうと思ってます。もうね、買い物行ったらね、スーパー行ったらね、カルビーのベイクドっていう、シリアルだね、グラノーラかな、焼いてあるから、まあ、オーツ麦焼いたやつとか、いや砂糖はどうも使ってないみたいなんだけど、なんかオリゴ糖とか入ってたね、体にまだいましかなと思って、でもちょっとカルビーだもん怖いなと思ったんだけど、砂糖ねはっきり使ってるっていう風に書かれてないから、ちょっとね気になってみね、買ってみたいなと思ったけどね、食べてみたらどんな感じかなと思ってさ。ただ焼いてあるってことは少なくとも、まあ、不老不死にはマイナスっていうのかな、若返りにはマイナスだから、まあその時点でミューズリーにはね到底及ばないわな、グラノーラだからさ、絶対ミューズリーの方がいいに決まってるもんで、買う必要性そこまでなかったんだけど、ちょっと気になったんだよね。砂糖を使ってないやつってね、取ってみたらね、割と調子いい可能性もあるしさ。まあ、カルビーに対する見方も変わるかもしれないしっていうね。まあ、そういうのとかね、前にちょっと買ってみたいなと思ってずっと買えなかった、あれ、栗かな。栗をちょっとなんか甘く煮つけたようなやつなんだけど、それもなんか安くなってて、まさにね、もうなんか、誘惑にちょっと負けそうだったね。買えってことかなとか思ったけどな、魂に聞いたら、まあ魂の反応は良くなかったもんで、まあね、絶食するって決めたのに、いきなり一日でね、やめるってのも、それもどうかなって。まあそんな感じで、この二つだけ買ってきたというところです。したら取ってきます。おはようございます。昨日の結果報告ですね。11月22日火曜日、実験生活1682日目、
ドリンクのみの絶食実験、今日2日目です。天気は晴れ、睡眠時間6時間半、夜中深夜0時から午前6時半までの6時間半です。ジョギングなし、ウエットトレーニングもなしです。あと飲食ですね。まず飲んだもの、グリーン豆乳1000ミリ、飲む果実のオレンジ豆乳1000ミリ、これ1豆乳500、野菜デイズ400です。野菜デイズはあの緑色の方ですね。で、合計が2900ミリです。固形物はなしです。まあ、絶食なんでね、なし。尿回数8回出てて、濃さかなり薄め、あとほぼ無色、量は平均的な量でした。大便なしですね。今日大便出てません。おなら稀にありで匂いはなしです。一回だけあったな。一回だけ。小さいのが。うん。で、匂いはなかったですね。うん、なかった。っていうか、鼻までは上がってきてないけど。うん、で、今日の気づき。まず今日はあの、講習会だったんでね。ほとんど撮影撮れてないんだけど。これ。これですね。講習行くともらえる冊子なんでね、うん。行かないともらえないやつ。危険物のね、講習会行ってきた。うん、まあ、3名の方が教える側でね、うん。教師役っていうか、教えてたんだけどね。一人だけ教えるのはちょっと、ちょっとどうかなってしていたね、うん。頭に入ってこないっていうか、教え方があんまりよろしくなかったですね。一人だけね。あと2名の方はね、良かったけどな。うん、教え方良かったですね。うん、一人だけちょっとなって感じの人いたけど。うん、まあ、言って分かったのは、うん、やっぱ興味のないことはダメだなと思った。興味のないこと。うん、もう不老不死とか、消化とかね、ラムサとかババジとか、もう私が興味あるのはそこだけなんで、そこだけって、うん。それ以外のことはね、やっぱね、まああかんな。あかん、やっとれんって感じだわ。こんなのに時間費やしとれんっていうか、エネルギー注いどれんっていう感じだった。うん、わざわざ覚えるっていうのかな。うん、とてもじゃないがやってられんって感じだった。やっぱ興味のないことはダメだな、うん、って思ったね。まあそんなところです、うん。まあやっぱり私はね、不老不死。そして消化一本でいくってところです。うん、で、まあ、ただ思考、この絶食だね。絶食やっていくと頭が冴えてくると思う。まあ冴えてくるとか今まで冴えてきてたもんで、今も絶食やってるけど、冴えてくると思うんだわ。どんどんね。もうすでに2日やってね、だいぶ調子良くなった。頭の状態も。昨日まではね、なんか妙な偏頭痛があったんだよね。頭が重いっていうか。重くってなんか少しちょっと痛い感じがあって、調子悪かったんだけどね。今朝起きたら治ってたね。いや、早く治ったって思った。なんかこの間の、玄米ご飯ですね。玄米ご飯で日本酒を入れた日だね。19日土曜日だ。19日土曜日の日だね。あの日からだな。あの日から頭痛がね、偏頭痛がずっと続いてたんだよな。1、2、3、4。4日だな。4日間続いてたわけだ。なんだろうな、あれ。酒ぐらいでそんな長く偏頭痛が出るわけないと思うんだよな。って考えると、まあ、米かな、やっぱり。玄米かな。てか、玄米しかないよな、とか思ってる。うん。で、それがこの2日間のね、絶食で、まあ、消えたってとこですかね。うん、と思うけどな。頭の状態もようやくね、良くなってきた。その頭の状態を確認するのに、まあ、暗記だね。うん、危険物のやつやって、暗記の具合を見るとかね。まあ、実験の一環としてやるんなら、まあ、ありかもしれないなと思ったけど、だ仕事のためにこの危険物をやるとはちょっとないな。ないっていうか、興味がなさすぎるっていうか、それ俺の仕事じゃないよみたいな感じなんで。うん、私の道じゃないって感じですね。うん、まあ、そんなところです。まあ、それがよく分かったってところですね。で、今日ですね。今日は11月23日ですね。水曜日です。で、全然編集でやれてないんだけど、全く編集手つけてないんだけど、
なんで土日月火ね、4日間やってないんで、今日で5日目なんだけど、今日もねやる気しないんで編集なんか、まあ、やる気しない時にねやってもね良くないんだよね良くない。なのでまあ今日もなしで、まあ瞑想だね、瞑想とゲームかな、ゆっくりしようかなと思ってます。あと本読んでね。で取るものはドリンクだけね、まず同じく絶食でやっていきます。野菜デイズだね、昨日400野菜デイズ飲んでて、残り100ミリはもう日にち超えてからね持ち越したんで、なんで今日朝は野菜デイズの100ミリと、あと飲む果実のオレンジジュース豆乳ですね、オレンジ豆乳、これもすでに1000ミリですね、1000ミリ取ってます。なんで夜中の深夜だね、夜中の深夜から朝にかけての間で1000ミリ取ってる。でねやっぱね、あのオレンジジュース酸が強いだけあってね、歯が柔らかくなるのは間違いなく、で虫歯の進行がめちゃめちゃ早いんだわめちゃめちゃ早い。オレンジジュースはちょっと避けた方がいいかもなと思ったところです。ただオレンジジュースの方がね体に入れた時の感じがいいんだよね、まだまだマシってのかな、だけど歯にめっちゃ悪いもんで、ちょっと考えなきゃなと思ってます。オレンジジュースなるべく避けて、あのフルーツミックスだね、フルーツミックスをちょっと試そうかなと思ってるところです。1日にね1杯ぐらいはその果物ジュースだね、果物ジュースで割った豆乳っていうのかな、を作りたいんだよね。まあ、若返った時がそうだったんで、1杯目は野菜ジュースと豆乳割ったやつ、2杯目果物ジュースと豆乳割ったやつ、3回目野菜ジュースと豆乳割ったやつで合わせて 1.5 リッターでやってたもんで、まあ、ちょっとそこ持っていこうかなと思ってます。なんで、まあ、今日雨降っとるもんで買い出していかないけど、明日ちょっと買い出し行って、でフルーツミックスをちょっと買ってこようかなって、あんまりね質の悪い果物ジュースですね、飲むと老化していくんだけどね、あんま良くないんだけどさ、まあちょっといろいろ試行錯誤で、ね、していこうかな。あの飲む果実のオレンジ取ってみたけど、お腹の調子悪くなんなかったな。なんだろうな、ロットによって違うとかあんのかな、ちょっとわかんないけど、慣れてきたらまたなるね、お腹調子悪くなるかもしれない。味はやっぱね、あの豆乳と混ぜるとね美味しいあれ原液でそのままね飲むとねそんなに美味しくないんだよ、あの飲む果実のオレンジね、原液でそのままだとあんま美味しくないんだけど、豆乳と1対1で割るとね美味しいんだ、これがなかなかいい味ですね。まあ時々買ってもいいかなと思っています。そのとこですね。であと野菜デイズ、あれも味なかなかいいもんで値段も安いし、まあ微妙になんかちょっと体に負担になってる感じはあるんだけどね、なんか手の感じかさつきっていうのかな、なんかちょっとねやっぱ負担になってるなみたいなところがあるんだよな。まあゆくゆくなしにするにしても割と味も美味しくって値段安くって、でそう悪くないもんで、まあ、かさ増しとしてね使うのはいいかなって今のうちだけね思ってます。今日野菜デイズと、あとはグリーン豆乳とコレッジ豆乳かな、それでやっていく予定です。なんとかちょっと今日もね絶食でやっていきたいところですね。まだねちょっと食べたい感じがあるんだわ。昨日もね買い出し行った時に悩んだぐらいだからさ、まだちょっとあるんだよね。これが完全にもう消えてね、消えても絶食楽にねやれるようになってきたらまあいいんだけどね、楽っていうか、安定するんだけどさ、それまではちょっとあんまりねあんまりなるべく買い出しにも行かないようにで、まあ、瞑想してね、瞑想して不老不死に集中するっていうね、そういうのが必要かなと思ってます。あとはまあゲームだね、ゲームやってたら時間経つの早いもんで、それでなんとかねこなせたりするんだよね。やることがないとね結局ね食の方に行っちゃうんだよ、なんか食べ物を食べて楽しみたいなみたいな方に行っちゃうんだよね、やることないと、暇が過ぎるとさ、ゲームやってるとそっちに行かないもんで、
食べる方に行かないっていうのかな。だから割とゲームはね良かったりするんだよねってとこです。まあそんな感じです。今日もドリンクでやっていきます。量は気にしないですね、とりあえず気にしない。でもう絶食に慣れてきたらね、慣れてきたらちょっと徐々に減らしていこうかなと思ってるけど、とりあえず気にしないでやっていきます。だけですね。そしたら、まあ、ゆっくりします。おはようございます。昨日の結果報告ですね。11月23日水曜日、実験生活1683日目、ドリンクのみの絶食実験、今日3日目です。天気は雨、睡眠時間6時間、夜中深夜0時半から4時までの3時間半、と午前5時半から8時までの2時間半、合わせて6時間ですね。ジョギングなし、ウエイトトレーニングもなしです。あと飲食、まず飲んだもの、グリーン豆乳3000ミリ、飲む果実オレンジ豆乳1000ミリ、コレイチ豆乳500、野菜ディーズ600、麹水150ミリです。固形物はなしですね。まあ絶食なんでね。で昨日の飲んだものの中に麹水150ミリ、ちょっと入れ忘れてたね。まあ編集の時にテロップには入れるけど、昨日講習会だね、講習会行った時に一応ね麹水300持ってったんで、まあ全部飲まなかったけどちょっとだけ飲んだってとこですね。で今1日通して半分ぐらい飲んでるんで150で、残りを今日飲んでるんで、今日ってかまあ昨日だけど23日分としてで150ってところです。で尿過失12回出てて、濃さかなり薄め、完全無色、量は平均的な量でした。大便1回出てます。夕方頃色明るい茶色、まあややオレンジっぽい感じの明るい茶色ですね。で、ふとバナナ状20センチ相当、半粒状でやや固め、匂いは少しありってところです。まあなんかね、バナナみたいにゆるーっと綺麗に出たわけじゃなくて、なんか粒をこうぐちゅぐちゅぐちゅって重ねてバナナ状にしたやつが出るときに崩れてちょっとボロボロとなるみたいな。そんな感じ。部分的になんかバナナ状みたいなところもあれば、なんか粒が固まったような感じの部分もあってみたいな。半粒状なんだけど、でも粒ともちょっと言い切れない、バナナ状だけどバナナとも言い切れないみたいな。そんな感じだったね。まあ絶食やってるとね、粒をブチュブチュブチュってくっつけたような感じの便になってくるんだわ。そういうのが出てくる。まあいつも通りの傾向っていうか、絶食の時の傾向ですね。明るい茶色っていうのは、飲む果実オレンジとコレイチだよね。まあそこで間違いないと思います。で、おなら時々ありで匂いはなしですね。まあ腸環境はやっぱりいいね。うん、いい。あ、だけど便はね、匂いちょっとあったね。ちょっとあった。まあ取ってる量が多いかなってとこですね。今日の気づきですね。気づき。まあ2日目、3日目か。絶食3日目なんでね、どうかなと思ったけど、まあ調子は悪くなかったですね。ただやたらとなんか飲んだお腹が妙に減る時だったんで、ちょっと飲んじゃったね。結構あそこに一杯あるんだけど、紙パックの空のやつが、どっさり飲んじゃったね今日は、ってところです。だけどなんかね、たくさん飲んでも全然平気っていうか、割とねたくさん飲むとその飽きが来やすいっていうのかな、ちょっと飲みすぎてなんか、ちょっと微妙な感じが出るっていうのかな、お腹タプタプになっちゃったりするからさ。なんだけどね、そういうのも全然なくって、なんか調子良かったですね今日は。たくさん飲んだけど調子は良かった。まあでもたくさん飲んじゃったら意味ないんで、
それ若返っていかないんで、うん、1.5 リッターやらないといけないんだけど、今日も5100だから5リットルだね、5リットル飲みすぎだっちゃうな、うん、まあ千日ぜしの時でも9000とかあったよね。まあ、こっから減らしていけたらいいけどなってとこですね。飲む果実オレンジ、やっぱ美味しいな。美味しいけどやっぱ歯にちょっと悪いな、うん、まあ、今後なるべくオレンジはもう欲しかったら買うけど、うん、できれば避けたいところですね。野菜デーズはちょっと使っていくってね、うん、コレイチもちょっと使っていこうかなと思ってます。今日買い出し行くんで、もうね冷蔵庫全然ないんだよ。全然残ってない、うん、もう空ですね。こんな状態ですね今。これずっと残ってんだけど、まあちょっと捨てないとあかんね、麹のやつ。まああんな感じです。うん、で、まあ、買い出し行くもんで、その時にグリーンスムージーは4本で、まあ、豆乳、有機豆乳はどうだろうな、まあ、6本とか、まあ、できるだけ多めに買って、でコレイチは2本ですね。あと、まあ、フルーツフェスタの、まあ、フルーツミックスだったかな、フルーツミックスだったかミックスフルーツだったか、ちょっと名前忘れちゃったけど、どっちかですね。あれもちょっと2本ほど試してみようかなと思っています。前のねファミリーマートの質のいいフルーツミックスが買えたら一番いいんだけど、やめちゃったよねファミリーマートね。だからコストの問題だと思うんだけど、あれ値段安くて質が良かったもんで、だからコスト高なんだろうな。あれもうしょぼいなんかジュースに変わっちゃったね途中でね。今はもう多分しょぼい状態じゃないかなと思うけど、一回ちょっと見てもいいけどな。まあ、この辺で買えるフルーツミックスっていうと、まあその名楽のねスタイル1のやつ、ピアゴだね、ピアゴのプライベートブランドだねのやつしかないかなと思うんで、またいいの見つけたら使うけど、この辺でミックスフルーツってねないね、いいものっていうか質のそれなりにいいものってないね。あ、まあ、ネットで探したら見つかるかもしれないけど、あんまお金かけたくないんでねってところです。まあその辺ちょっと買ってこようかなっていうとこですね。今日はニューラルクラウドっていう新作ゲーム出るんだけど、ちょっと端末が対応してないかもしれないんで、できないかもしれないですね。まあできそうだったらやるけど、できなかったらまあ編集作業と、あとまあジムですね、行けたら行くけど、まだちょっと絶食に慣らしてる最中なんでね、あんま今ちょっと無理するとねまずい気がするね。もうちょっと体が慣れてからやった方がいいかもしれない。ただね、今日さっきね、この背中の左の方かな、左の端っていうのかな、このあたりなんかちょっと肉離れみたいな痛みが出てきたね。ここのとこ柔軟すらやってなかったんで、朝起きた時にね柔軟とか今までやってたけどさ、ここのとこやってないんだわ。やっぱ柔軟やらないとあかんな。あと運動だな、運動もここ最近やってないもんで、昨日やってなくて、その前の日か、その前の日にジョギング5キロってるよね。あ、だから2日間だな、2日間全く運動してない状態。まあジムも行ってないんでここ最近、うん、こないだ行ったのっていつだっけ、金曜日か、1、2、3、4、5、5日間だな、5日間ジム行ってないんで、やっぱそうするとあかんな、なんか肉離れみたいなのとか体に異常が出てくるな。やっぱ運動はせんとあかんってとこですね。ジョギングだけじゃなくって、ジョギングもまあ頻繁にね、できたら毎日行けるようにして、で朝は必ず柔軟だね、柔軟やって、でまあ週 2,3 回はジムってとこですね。やっぱ運動もちゃんと取り入れていかないと、やっぱどっかでねやっぱ痛みが出てくるっていうね、肉離れみたいな痛みが。これ千日ぜしくの時もこうだったんだよね、お尻とかねなんかね出てくるんだよ。あれ結構しんどいね結構しんどい。うん、柔軟とまああの体ほぐす程度の運動は少なくとも必要かなってとこです。
まあ、そんだけですね。そしたら今からもうちょっとないもんで、飲み物がないんですぐ買ってきます、うん、ね、したら始めてきます。今買い出しから帰ってきました。買ったもの、まずグリーンスムージーを4本ですね。4本、こう映るように。あと雪豆乳ですね。雪豆乳も4本で、これ野菜生活100オリジナル、まあ安くなってたんでね1本だけ買ってきた。オリジナルだったらまだいいでしょう、うん、あと野菜デイズですね。これもまあ安くなってたんで1本だけで、あと丸ごと果実感トロピカーナですね。これパイナップルもう、まあ、安くなってたんでね買ってみた。あとフルーツミックスです。これ2本ですね買ってます。こんだけですね、はあ、まあドリンクだけ買ってきたというところです。したら、まあ、11時半、もしやれたらニューラルクラウド、やれなかったら、まあ、編集作業とかねちょっとやっていこうかなと思ってます。ジムはどうしようかなというところですね。まあジョギングだったらいいかなって考えてます。うん、したら撮ってきます。今ジョギング行ってきました。まあいつも通りですね、5キロです。まあ割と走ったかなっていうところですね。したらゆっくりします。おはようございます。昨日の結果報告ですね。11月24日木曜日、実験生活1684日目、ドリンクのみの絶食実験、今日4日目です。ちょっとタイトル追加しようかなと思ってます。BMI 17.4 までドリンクのみの絶食実験ですね。ちょっと長いか。いっか、これでもいくか。うん、で天気晴れ、睡眠時間7時間半、夜中深夜0時から午前7時半までの7時間半ですね、まあ、午後10時半ぐらいにはもう電気消して寝ようとしてたんだけど寝れなくって夜中深夜0時まで起きてたというところです。ジョギングは夕方前に5キロ走ってます。ウエイトトレーニングはなしですね。あと飲食、飲んだもの、グリーン豆乳1000ミリ、パイナップル豆乳1500ミリ、あとオリジナル野菜生活100のオリジナルですね、あれ500、オリジナル豆乳を800、野菜デイズ豆乳を1500、デイズパイン豆乳を500ってところです。合計で5800ですね5800ミリ取ってる、6リットル近く取ってるってことですね。で今日はね、いろいろ試してるんでね、まずまあグリーン豆乳はいいよね。グリーンスムージー250と豆乳250、1対1で割ったやつだけど。で、パイナップル豆乳っていうのが、トロピカーノのパイナップル250と豆乳250でまず最初作ってて、これ味、まあもう美味しかったですね。まあ美味しかった。あ、いいなと思った。なので1対1で普通に作っていい感じですね。で、あと、夕方にオリジナル豆乳ですね。これ野菜生活100オリジナルを300で豆乳200なの3対2で作っています。これまあまあ美味しかったです。味まあまあ美味しかったです。前1対1で作ってなんかちょっといまいちだった気がしたんだよな。なのでまあ3対2で作ったんだけど良かったですね。でその次にオリジナル200と豆乳100で300ね作っています。まあこれは普通に美味しいですね。でその後デイズ豆乳、これが野菜デイズ300、豆乳200、3対2で作ってる。これはまあまあ美味しかったですね。ただ割とシャビシャビですね。割とシャビシャビ。野菜デイズはね、やっぱシャビシャビなんだよね。うん。
まあ値段安いだけあって。で、パイナップル豆乳、夜にまた作ってます。これ、パイン250と豆乳250、1対1で今度作ってるんでね。あ、これもか。同じだね。なので、同じ、昼に取ったのと同じ形で取ってます。で、その後、デイズ豆乳。これ、野菜デイズ250と豆乳250、1対1ですね。で、取ってる。これも割といける。割といける。うん。な1対1で結構問題ないって感じですね。で、その後パイン豆乳を、パイナップル300と豆乳200ですね。うん、トロピカーナのパイナップルですね。まあ3対2で作ってます。まあ普通に問題ないですね。で、その後デイズ豆乳を、野菜デイズ250と豆乳250で作ってます。で、さらにラストですね。いや、デイズパイン豆乳。これ野菜デイズ200とパイナップル100。と豆乳200ですね。まあパイナップル、あのトロピカーノのパイナップルがラスト100ミリだけ残ってたもんで、まあ混ぜちゃえっていう感じでね、混ぜてます。野菜デイズとね、パイナップル混ぜて、うん、2対1対2ってとこですね。まあ別に普通に美味しかったですね。なんか今日作ったやつはね、みんなどれも美味しかったんだわ。まあどれでもいいなって感じでしたね、うん、まあ好みかなみたいな、そのところです。尿回数14回出ていて、濃さかなり薄め、濃さかなり薄い時と普通に薄い時、量は平均的な量でした。大便1回出てます。夜ですね。色茶色、チューブとバナナ状20センチ、一部液体状ですね。平均的な硬さで匂いはわずかにありってところです。匂いはね、まあないって言ってもいいぐらいだけど、なんかちょっとあったね。ちょっとあった、うん、で、一部液体っていうのはね、ラストだね。ラストの方がね、ちょっとなんか、下痢までいかないんだけど、ちょっとなんか液体があったって感じですね。うん。まあ、こんだけ取ってるんでね、液体ね。まあ、出てくるのは普通でしょう。で、おならは時々ありで、匂いはなしからわずかにありってところです。まあ、わずかにありが、夜だったかな。夜最後の方で一回出たやつがなんかわずかに感じた。トイレだったの確か。トイレで出したやつ、あ、小便してる時にね。あの小便はね、もう立ってやらないことにしたんで、座ってね、座って便器に座ってね、で小便することにした。立ってやるとね、やっぱちょっとそれちゃったりして汚れるんだよね、トイレの中が。もう座ってやることにしたもんで、で座るとね、どうしてもおなら出やすいんだよね。あの踏ん張るまでいかないけどね、椅子に座ってるとさ、椅子っていうか、まあ便器に座ってるとさ、どうしてもそのなんていうのかな、大便が出るような感じで、大便は出ないけどおならは出るみたいなね、そういうのが割とあるんだわ。で、まあトイレで出たおならがなんか微妙に匂いがあったね、うん、っていうところです。で、今日の気づき。まあ、今日割とたくさん撮ったけど、そんなに支障なかったって感じですね。あ、支障あったか。うん、やっぱね、甘いやつだね。果物ジュースだね。野菜デイズとかオリジナルですね。あと、パイナップルもそうだけど、こうやって甘いもんをね、割とたくさん撮っちゃうとね、やっぱ微妙に気持ち悪さ出るね。微妙に。そんなに支障ないんだけど。まあ、そんな感じで、あんまりその果物ジュースだね。果物ジュース。まあ野菜ジュースの中にも果物ジュース入ってたりするから、特に野菜生活100とかめっちゃ甘いんで、あれ。あれ本当に野菜入ってんのかっていうぐらい甘いんで、もうほぼほぼこれ果物ジュースじゃねえのかっていう感じなんで。ああいうの取ると、まあくどくてね、果糖の量が多いっていうか、まあくどいもんで、ちょっと気持ち悪くなったりするんでね。やっぱそのバランスだね。バランス。甘さのバランスっていうのかな。大事だなってとこですね。あんまり甘いものをたくさん取らないですね。の方がいいとは思ったってとこです。まあそんな感じですね。トロピカーナが結構優秀でね、あれオレンジジュースでも美味しかったし、パイナップルも美味しいな。ただ今までの実験、千日前食からね、今までやってきた実験の中で、やっぱりその南国の果物っていうのかな、南国のフルーツはね、あんま良くないんだよね。体に入れた時の感じがあんま良くない。マンゴーとかね、パイナップルとかあんま良くなかったんで、
まあ、取らないに越したことはないかなと思うけど、たまに取るぐらいだったらそう支障ないかなってとこですね。連続で2日とか取るとね、だいたい良くないんだわ。だいたい良くない。2日目がね。1日目良かったもんで、もう1回とか言って取っちゃうとね、あれれみたいな感じになっちゃう。まあ、そんな感じです。うん。ちょっと量が多いんでね、量は減らしていきたいなってとこですね。で、今日ですね、11月25日金曜日。今日もうすでにね、3杯取ってんだよね。朝、早朝グリーン豆乳500。で、その後、フルーツ豆乳ですね。買ってきた、あれ、フルーツミックスですね。フルーツミックス。スタイル1のフルーツミックス。プライベートブランドのやつですね。あれで1対1で割ったフルーツ豆乳500。その後グリーン豆乳500、飲んでるんだけど、ねフルーツ豆乳がねやばかったっていうか、良くないね、あれね、良くないんだけど、魂はね、まあいいって言うんだよいいっていうか、まあ使ってもいいみたいな感じ、まあ、実験場としてだと思うけどな、実験として使うって、まあずっとは使わない方がいいと思う、うん、あれ取ったらね、遺伝子組み換え食品だね、小麦粉とかさ、うん、小麦の遺伝子組み換えのやつ取った時って、なんか急に体がだるくなってさ、ズンとする感じでだるくなって、で眠くなるんだよ、ふわーって眠くなるんだよ、あれと同じ症状が出てきたねこのフルーツミックス、スタイル1のフルーツミックス、あれ確か明楽が作ってたんで、これね、これ名楽が作ってた5種類のフルーツをミックスしたジュースです。で、リンゴ過去中国、ブドウ、桃、オレンジ、バナナですね。リンゴかな、このリンゴがやばいのかな。桃の味がねするドリンクってあんまないんだよね、ないもんで、割と貴重なんだけど、濃縮還元で、で東京名楽が作ってますね、製造千葉工場。リンゴかな、なんかものすごいね急激に来るね、うん、本当遺伝子組み換えと同じ感じで来る。あれ遺伝子組み換えなのか農薬なのかちょっと分かんないけどね、まあ、体に悪いのは間違いないですね、あれ体に悪いのは。なんだけどね、で取ら、まあ、使わない方がいいかと思ったら、魂はね使ってもいいって言うんだよ。でもしかしたらその使うことによってね、使うとまあだるくなるから、うん、しんどいじゃん、しんどいもんで、結局飲む量は減らせるじゃんな飲む量は減らせるんだ、ただ何もやる気起きないもんで、その編集とかできなくなっちゃうけど、うん、なんで飲む量を減らすっていう面ではありかもしれないと思ったけど、間違いなくこれ老化するだろうと思ったね、間違いなく老化すると思った。あとまあ1日まあ1杯ぐらいだったらいいかもしれないですね。1日1杯ってことは250ミリだよね、フルーツミックス250ミリ、まあ豆乳で割るからさ、それだったらまだありかもしれないと思ったけど、うん、あんまたくさん取らない方がいいなっていうのは感じたところですね。で今後ね、今後ずっとこのフルーツミックス使ってった方がいいかって魂に聞いたらノーだったんだよ。なんで一時的なまあ実験としてどういうものかを知るっていうのと、あとまあ全体の量をね減らしていくっていう点で、まあ効果があるかもしれないみたいな、そんな感じです。多分ねリンゴだな、あれおそらくな、わかんないけどな、一番たくさん入ってるのリンゴだしな、リンゴって割と農薬いっぱい使うじゃんね、うん、多分ね、そういう農薬も結構やばい農薬使ってて、で表面もそう大して洗浄もできずせずってか、うん、まあ、製造過程もちょっとあんま良くないのかもしれないですね。あれをリンゴジュースにね変えるまでの製造過程がね、割とその付着してる農薬が思いっきり混ざっちゃうような感じでね作ってる可能性もあるってとこです。うん、まあ取らない方がいいですね取らない方がいいと思った。ただまあとりあえずね2本買ったもんで、なんでまあそれはとりあえず
まあとりあえずね、とりあえず使おうかなと思ってます。あんましんどかったらちょっと捨てちゃうかもしれないけど、一応ね使う予定です。もったいないしなって思う。味はね美味しいんだよ。うん、桃の味も楽しめるんで、甘さも十分だし、そういう点ではいいんだけどね。うん、桃のねストレートジュースとかそういうのもね買ったことあったけど、割とね薄いんだよねそういうの。まあそのまま飲む分にはいいんだけど、豆乳で割るとね薄くてもうダメだこれみたいな感じなんだよ。だけどあのフルーツミックスはね一対一で割ってもいい感じに甘いんだよね。しっかり甘くって美味しいんだわ。ちょうどミルク感も出てさ、いい感じなんだよ。味は美味しい。ただ体だるくなって眠くなるから、ものすごい体には負担になってるのは間違いないですね。だからまあ今後は使わない方がいいかな、って思ってます。結局ね、でねその後ね、あのグリーン豆乳飲んでんだよ。グリーン豆乳飲んだらね、そのだるさとかねしんどさが消えてったね。消えてった。しかもね、このフルーツ豆乳飲んでからね、急にくしゃみとかね、鼻水がいっぱい出てきてね、今もうなんかね、すごい頻繁だったよ、くしゃみも。もう10回、20回、もっとかな。もうすごい、20回ぐらいかな。すっごい出てきたね。何これってぐらい。なので、まあ、体の免疫とかも低下するんだろうな。でその後にグリーン豆乳飲んだら、そのくしゃみとかなくなったよね。でしんどさもなくなって、くしゃみもなくなったんでね、わグリーン豆乳すごいなと思ったね。あのグリーンスムージーだよあれ。なのでメヘラクのちょっと、ね、ジュースはねやばいけど、メヘラクのジュースやばいけど、カゴメの野菜ジュースは結構いいっていうね。なのでまあ材料だよね、使ってる材料がやっぱカゴメはよくって、で迷惑は悪いのかもしれないですね、悪いっていうか、あのフルーツミックスがコストを抑えて作ってるもん で質の悪い材料を作っ、まあ、使ってんじゃないかなって。迷惑でもちょっと値段の高いフルーツジュースだったらね、だったらまだいいかもしれないけど、あの飲む果実もあんま良くなかったりしたよね、前飲んだ時に。迷惑が使ってる材料がなんかねちょっと粗悪な感じがあるね。まあ、値段を抑えて作ってるっていうねところが大きいんじゃないかなと思うけどな。どうしても値段を抑えるってことは農薬いっぱい使ってるね、大量生産してるものを使うことになるし、それをまあ採用してるってことだと思うから。でカゴメって比較的値段どれも高めだよね。250円以上するじゃんね。だからグリーンスムージーだって450円ぐらいするからさ、野菜生活100だって250円ぐらいだよね。まあ安いと200円切るけどさ、だから割と値段高めなんだよね。高めだけあってやっぱ使ってる材料がいいなっていうところですね。まあ少なくとも200円切るような、1リットルでね、1リットル200円切るようなジュースはまあ避けた方がいいなと思ったところです。トロピカーナがね、あれ900で250円ぐらいだよね。で、実際飲むとね、体は悪くないんだよね。なんかズンとした感じとか出てこないから、トロピカーナは。割とね、質いいなと思ったね、トロピカーナは。割と質がいいですね、あれ。果肉もね、ちょっと入ってたりするし。まあ、そのところですね。もしかしたらね、もしかしたら、あの、前に使ってた、ビタミンスムージーですね。カゴメのビタミンスムージー。まあ、あっちの方がいいかな。あっちが一番いいかもしれないですね。もしかしたらね。味は薄かったけどな、あれ。1対1で割ると、豆乳で割ると、結構薄くって、どうかな、みたいな。3、2だったらまだいいかな、っていうとこですね。で、あれ、一応桃入ってて、で、しんどさとか出てこなかったんで、まあ、ズンとした感じとかなかったんで、まあ、値段も高いし、ね、それなりにいいもの使ってると思うんだけど、まあ、あのね、フルーツミックス、スタイル1のフルーツミックス、まあ、あれ、おそらくね、迷惑のあのフルーツフェスタですね。フルーツフェスタと同じようなものだと思うから、品質的にね。フルーツフェスタもまあ同じことになると思うんだけど、
あれプライベートブランドの中身だね。中身はおそらくフルーツフェスタじゃないかなと思うけど、ちょっとなんか味違うんだけどね。なんか微妙になんか変えてるっていうか、うん、配分を変えてるような感じだけどさ、配分なのかあと使ってる材料なのかね。まあでも品質的にはフルーツフェスタと同じぐらいかなってとこですね。まあ、うん、おすすめはしないですね。おすすめはしない。もうずんずんとなってね、なんか体がすちょっと重くなって、でうわーって眠くなってくる。もうやる気起きなくなってくるから、何もあれダメですね、うん、まあそんな感じです。で取るものは一応買い出しちょっと行ってきて、これ1ですね。これ1を買ってくるのすれば忘れたなと思って、豆乳とまあこれ1買ってくる予定です。あとなんかお勤め品で安くなってたら買ってきちゃうかもしれないけど。まあ買ってくるのはドリンクだけですね。BMI で 17.5 まではドリンクのみの絶食実験でずっとやっていくんで。ただ割とたくさん取っちゃってるんでね、この量だとちょっとなーって感じですね。そもそも続かないしね。うん、実験若返りの実験なんないから、これだと 1.5 リッターでやらないとね。で最終的にはそれすらなしに、ね、持ってきたいんで、うん、もう食からの自立だね。自立をするっていうねってところです。うん、ちょっと今日編集やりたいんだけど、まああのフルーツ豆乳ですね、フルーツ豆乳をまあ実験として今日取ってくもんで、おそらくやる気が出なくなると思うから、ちょっと編集できないかもしれないですね。まあできなくても明日とか明後日にやってアップロードしようかなと思ってます。まあそんな感じです。うん、そしたら今からちょっとゆっくりして、で買い出し行ってきます。今買い出しから帰ってきました。買ったもの、まずこれカゴメのトマトジュース、食塩無添加ってやつですね。これ1リットル。原材料名トマト、かっこ輸入または国産。てか、輸入または国産って。全部じゃん。全部じゃん。どこ産地とか書いてねえし。で、これと、あと、これね。もうこれも安くなってたね、ちょっと。野菜ですね。農協の野菜です。まあ、いつものやつ。で、あとこれ、トロピカーナのグレープですね。まあちょっと安くなってたんでね、グレープもまあ前試したけどな、割と良かった気がする。ただそのとろみとかないよね。でこれ1ですね。これ1は2本買ってます。あと有機豆乳ですね。有機豆乳は4本買ってるってとこです。したら、まあ、今日はとりあえずフルーツミックスだね、あれなくしたいんであれ取ってきます。今ジョギングから帰ってきました。まあいつも通りですね、5キロで。今もう一回これね、フルーツ豆乳作って飲んでます。今日 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 これ9杯目ですね。これ9杯目めっちゃ飲んでるね。もうフルーツ豆乳あの2本、 900×2 本あったやつはもうこれで、これがラストですね。これでもう全部はけたんで、まあ、今後ちょっと買わないようにしようかな。飲むとね、やっぱ鼻水出てきてくしゃみがすごいね。うん、なんかすごい出るんだわ。うん、あの免疫とかってね、腸環境っていうじゃんね。腸の状態で決まるっていうけど、やっぱこれ飲んでるとね、免疫関係落ちるな明らかに。うん、なんかあるな、やっぱり農薬かあるいは何か有害なものが入ってるんじゃないか。って思うです。そんな感じ。したらゆっくりします。
おはようございます。昨日の結果報告ですね。11月25日金曜日、実験生活1685日目、ドリンクのみの絶食実験、今日5日目です。天気は晴れ、睡眠時間6時間、夜中深夜0時半から午前4時半までの4時間と、午前5時半から7時半までの2時間、合わせて6時間ですね。なんでこれこんなに遅かったっけ、寝れんかったっけな、ちょっと覚えてないけど。ジョギング夕方5キロ、ウエイトトレーニングなしです。でも天気晴れだったけど、ちょっとだけ雨降ってますね。夜だったかな、夜か夜中に雨降ってますね。で、あと飲食、まず飲んだもの、グリーン豆乳1000ミリ、フルーツ豆乳3550ミリ、グレープ豆乳1000ミリ、グレープジュース400、あとデイズ豆乳1000ミリです。今日めっちゃ取ってんだよ。合計が6950ミリですね。7000円ぐらい取ってるってことですね。昨日が5800なんで、さらに増えたってとこです。なんか千日絶食の時もそうだけど、だんだん増えてくんだよな、気が緩んでいくっていうのか、体がまあそういう風になっていくのか。1500で出て2000、3000、5000、7000、9000みたいな感じでどんどん増えていく。で、9000までいくと、どっかでやっぱなんていうの、一番高いところっていうのがあって、大体9000だね、私の場合。9000まで行くとはまあ戻るんだけど、さすがにまずいと思ってねだんだんね上がっていくんだよね。尿回数16回出てて、濃さかなり薄め、完全無色、量は平均的な量でした。大便1回出てます。お昼頃ですね。色ややオレンジ色の茶色ですね。で、チューブとバナナ状20センチ平均的な硬さで、匂いは少しありってところです。今日匂いね、なんかちょっとあったね、まあ普通の、まあ、便の匂いっていうのかな、ちょっとだけあったね。まあ割と早い段階とか、すぐ消えたは消えたけど、あれなんか匂いあるじゃんみたいな感じだった。まあ、取って量が多いもんで、まあ、じゃないかなってとこですね。あと、まあ、パイナップル豆乳とかね、オリジナルとか、果物ジュースが割とたくさん、まあ、入ってるっていうかね、取ってたもんで、まあ、その辺の影響かなってとこですね。おなら時々ありで、匂いはなしです。匂いはなかったな、おならの方はまあ大丈夫そうかなってとこです。で、今日の気づき、まずフルーツミックスですね。あれ久しぶり飲んだんだけど、飲んだら最初に1杯目だね、1杯目のやつ飲んだら、なんかずんと体が重くなって、眠くなるし、だるくなるし、なんかやる気も起きないみたいな感じになるんだよな。まあ途中でも話したけど、あの遺伝子組み換えだね、の食品っていうのかな、小麦粉、遺伝子組み換えの小麦粉を取った時だね、パンにしてね、取った時と同じ症状なんだよね。あれもなんか急にだるくなって眠くなるっていうね。それから遺伝子組み換えのやつだけなんだよな、ちゃんとしたやつだったら問題ない、スペルト小麦なら問題ないし、遺伝子組み換えじゃないならいいんだけど、遺伝子組み換えのやつはね、やっぱ体に負担になるっていうね。で、同じ症状だけど、あの中に遺伝子組み換えのものって入ってんのかなって、ちょっとよくわかんないんだけど、果物って遺伝子組み換えそんな使われてたっけみたいな。逆、まあ、あの遺伝子組み換えじゃなくっても、その農薬とかね、体に負担になるものが、まあ、付着して入ってたら、同じ症状になるのかなっていうところですね。まあ少なくとも体にいいもんじゃないなとは思ったんだけど、その体がだるくなって眠くなるっていうのはね、最初の1杯目だけですね。1杯目だけ、2杯目以降はね、出てこなかった。あれ割と平気じゃんみたいな感じだったね。ちょっとよくわかんないね、あれ。久しぶりに取ったもんで、体には負担になるっていう可能性もある。体がそれに対応できてないっていうのかな。まあ前も話したけど、仕事と一緒でさ、なんか随分やってない仕事を久しぶりにやるとね、なんかあれどうだったっけみたいな感じになるよね。それと同じでもね、まあやってたらさ、すぐ慣れてくるじゃん。ああそうそう、思い出したこんな感じみたいな感じで、久しぶりにやるとあれどうだったっけなってなっちゃう、ね、それと同じで、久しぶりに取ると体がそれに対応できてないっていうのかな。胃腸のその働きとか、あとまあ対応する酵素とかさ、体も準備があるんじゃないかなってとこですね。
まあ、その辺もあって負担になったのかなって気はした。2杯目以降全然問題なかったんだよね。で今日朝顔見たら割とね、これね撮影で撮るとねそんなことないように見えるんだけどねいつも動画の編集作業やってる時にさ、そのね撮ったやつの中でね、今日の朝は鏡見たら顔の調子が良くなっててとか言ってるんだけど、でもね撮影されたやつっていうのかな、モニターでね見てると、いや別にそんなことないよなみたいな見えちゃうんだけど、でもね鏡見るとね今日だね、特に今日鏡見たらね、あ割となんかすっきりしてきたみたいな感じだったね、あいいじゃんみたいな感じだった。なんか髪の毛も微妙にちょっと黒くなってきたかなって、思ったね。あなんかいい方向に進んでんのかなとか思ったけどね。でこれでまたね編集の時に見るとね、いや そんな変わってねえよなみたいなだったりするんだけど、まあそんな感じで調子もまあ良さそうだったんで、あれフルーツミックスもしかしたらね、もしかしたらこれ使えるのかなとはちょっと思ったところですね。思ったんだけど、あの1杯目の体のだるさを経験してるもんで、あんま使う気にならないっていうか、あんま使いたくないな。使わずにいけるんだったらその方が絶対いいなとは思ったけどね。ただ値段安いし、まあ体に負担がないのであればありかなと思うけど、まあ今日は取った感じね、体にどう考えても負担あるだろうっていう感じだったんで、ちょっとね保留ですね、フルーツミックスは。もしかしたら使えるかもしれないけど、まあなんとなくっていうか、まあ今日のね一杯目見る限り使わない方がいいだろうなってとこです。まあその辺が分かったってとこですね。でフルーツ豆乳、まあ2本ね 900×2 本買ったもんで、まあそれは使い切っちゃった、もう使わないつもりでね今日取っちゃおうと思ったんで、で使い切ったってとこです。あとグレープジュースですね、あれまあ歯に悪いんだけどね、グレープジュース飲んだ後ね、やっぱ虫歯のところがすごい痛むもんで、グレープジュースに良くないなと思ったんだけど、まあ味はいいですね、やっぱり。あれ前に先日自身の時も試してるけど、味はいい、まあ時々取りたいなとは思うぐらいですね。で2杯だけグレープ豆乳ですね、豆乳と1対1でね250と250で割ってます。で最後400だけね原液でグレープジュース飲んでるってとこです。あとフルーツ豆乳は全部で 1,2,3,4,5,6,7 杯かな、7杯、3550なんだよね、7杯で最後のラストだけ50ミリほどねフルーツミックスがねまあ残ってたもんで、まあ500の中についでに50ミリ入れちゃって、で550フルーツミックス300と豆乳250で作ってます。ラスト夜ですね。まあそんな感じです。トロピカーナのジュースがやっぱり結構ね性能がいいっていうか品質がいいね、あれね、値段高いだけあってね、まあ濃縮還元だしね、まあストレートに比べたらってなるかもしれないけど、なんか使ってるものがいいのか製法が丁寧なのか、割といいですねあれ、品質がまあまあいいっていうのか、まあ、他のやつが悪すぎるのかもしれんけど、やっぱ安いジュースだね、安い果物ジュースほどは粗悪だな、体には負担になる感じですね、間違いないです。あと野菜デイズですね、野菜デイズのデイズ豆乳ですね、野菜デイズ250と豆乳250で1対1で割ったやつ、デイズ豆乳今日2杯取ってます。まああれも割と薄いんだけどね、で簡単にごくごくごくで500一気に入っちゃうもんで、体の中一気に入っちゃうっていうか、まあ飲みすぎちゃうなと思ったね、あれデイズ豆乳。で翌日にもう日付変わってからですね、トマト豆乳作ってます。トマト豆乳、あのカゴメのトマトジュースですね、これ3割引きになってたやつですね、食塩無添加、食塩別に入っててもいいんだけど、この食塩がなんていうのかな、精製塩だったりすると嫌だなってとこですよね、精製塩体に入れない方がいいんだよね、普通の粗塩だったらね全然いいんだけどさ、この輸入または国産って書いてあるどこの産地か分かんないんだけど、これですね、高リコピントマト 10% ってありますね。
これで一体して割って作った。そしたらね、割とその一気にごくごくって500飲まずに済んだっていうのかな。半分ぐらい飲んだらもう体がね、いらないっていうんだよ、うん、体がもういらないっていう、うん、なのでね、あのトマト豆乳ですね、トマトとトマトジュースと豆乳一体して割ったトマト豆乳はもしかしたらね、もしかしたらその量をね、減らしていくのにね、いいかもしれないと思ったところです。一気にね、あのデイズ豆乳とかね、グリーン豆乳とかね、あとフルーツ豆乳とか、まあグリーン豆乳はまだいいんだけど、うん、果物ジュース使ったやつとか、あと割とシャビシャビな野菜ジュースですね、デイズみたいな、あと野菜生活100のオリジナルとかね、ああいうの、ああいうシャビシャビ系のやつはね、一気に500入っちゃうんだよね。うん。だけど、このトマトだね。トマトジュースで割ったトマト豆乳は一気に500いかないもんで、体がもういいっていうから、だから栄養価が高いもんでもういいっていうのか、と思うんだけどね。あと野菜の成分だね。野菜成分がやっぱ多いもんで。トマトジュースはね、前も話したけど、ビジネスホテルだね。ビジネスホテルで泊まった時にね、朝食で出てきたんだよね。で、飲んだらね、すっごい体の調子良くなったよね。一気に体軽くなってさ、お、何これと思ったね。お、すごいなって思ったね、トマトジュース。バカにできないんだよ。まあ、その経験からもね、トマトジュースは体にいいっていうのは間違いないと思ってます。で、あれがね、カゴメのトマトジュースだったんだよね。うん、まあ、間違いないと思うんだわ。うん。その、台っていうのかな、カウンターのところだね。カウンターのところでその料理作ってる人のそばにトマトジュースのねペットボトルがあって、それがカゴメのやつだったから、まああれで間違いないと思うんだけどね。あ、これ入れてくれたんだろうなと思った。気になったんだよ、このトマトジュースどのメーカーのだろうと思ってさ、これめっちゃいいなと思って、うん、で、ちょっと探したらさ、うん、まあ最初聞こうかなと思ったけど、聞くまでもなくって、そのね、カゴメのペットボトルが置いてあったもんで、あれか、みたいな感じ。だからカゴメのね、トマトジュースはいいと思うんだよね。うん、まあ実験で使っていこうと思ってます。もしかしたらね、量を減らしていけるかもしれない。まあ 1.5 リッターからさらにもっとね、ゼロに持っていくときにね、トマトジュースの、まあ、トマト豆乳だね。トマト豆乳ないし、まあ、トマトジュースだけでもいいかもしれないけど、あれを少量取るっていうね。そうすると割と、まあ、順調にいくっていうのかな。調子がいいかもしれない。ゼロに持っていくのにいいっていうかな。まあ、少なくとも今で言えば 1.5 リッター絶食にね、持っていくのに、あのトマトジュースがもしかしたらね、使えるかもしれない。うん。味から言ったらね、これイチの方が絶対美味しいんだよ。味から言ったらね。あといろんな野菜入ってるからいいなと思うんだけど、これイチね、割と一気に取っちゃうんだよね。うまい、味も美味しいからさ。一気に取っちゃうんだわ。で、あのトマトジュースで割ったトマト豆乳はね、味はね、そこまで、まあ、悪かないんだけど、そんなにすごい美味しいってわけでもないから。逆にそこがまあプラスに働いてね、あんまりたくさん取らずに済むっていう、まあ、効果をね、生み出してるかもしれないと思ってるところです。で、今日ですね、今日、11月26日、土曜日です。今日は、なんかね、気温が割と穏やかで、この時計だと19度か。うん、割とね、過ごしやすいんだよね、今。まあ、こういう時にジョギングですね、は行きたいもんで。まあ、まず買い出しで豆乳ですね。もう最近めっちゃ取ってるもんで豆乳すぐなくなっちゃうんだよね。豆乳ちょっと補充して、で、あとジョギングですね。ジョギング行ってこようかなと思ってます。編集はやれたらやりたいなと思うけど、まあ無理せずにね。で、計測、今日土曜日だもんで、計測の日なんで、今から計測していきます。12時52分なんで、まあ1時ですね。一時計測ちょっと遅くなっちゃったけどな。今日ね、なんかね、あんま寝られなくって、割と元気っていうかさ、なんか妙に元気であんま寝られなくって、午前1時半頃に寝始めてんだよね。で、3時頃に起きてんだよ。1時間半寝ただけで起きてんだよ。で、その時に割と調子良かったもんで、で、午前5時まではなんかゲームやったりなんかやってたかな。うん、でそっから前寝始めたりして、ちょこちょこ起きてはまだ寝て、起きては寝てみて、そんな風にやってますね。
うん、もうちょっと早くね、まあ、5時の時点で、まあ、寝ずにね動いてたらもっとよかったかもしれないとは思ったけどね、まあいいや、うん、ゆっくりしてる布団でね、布団でゆっくりしてる時間が長いっていうのもね割とプラスにはなってて、お腹の状態をねまあリセットできるっていうのかな、断食半断食みたいな感じでさ、半日断食じゃないけど、まあ、リセットできるもんで、まあそれはそれでね、あまあ、大きいというかありだなと、まあそのところです。取るものはそう、トマト豆乳とあとコレイチ豆乳とかグリーン豆乳とかあとデイズ豆乳も作れたな、まだ、まあ、その辺でやっていこうかなと思ってます。で買い出しでまあね、なんかあれば買ってくるかもしれないです。一応トマトジュースも買ってきてもいいかなと思ってるところですね。ちょっとどうするか分かんないけど、まあ、あのトマトジュースがなくなるまであれちょっと試して、うん、で調子よくって、まあ、補充しといた方がいいなと思ったら補充しようかな、まあ、なんか安くなってたら買うかもしれないしってとこですね、うん、果物ジュースはまあ割と一杯取っちゃうんでね、うん、まあ、なるべく買わないようにしようかなと思ってますけどね。美味しいけどな、まあ、心とね頭は喜ぶんだよ果物ジュース。だけど取りすぎちゃうんで実験なんないんで 1.5 リッター水食に持ってかなきゃいかんちゅうのにな、うん、っていうところですね。まあそんな感じです。そしたら今から計測ですね、入っていきます。よそ、測っていきます。正面、側面、背中、70ですね。血圧116-76です。そしたら計測、うん、完了したんで、今週の計測時刻午前1時頃です。先週に比べて3時間ほど遅いですね。まあちょっと遅れちゃったけど、まあ、毎日測ってるわけじゃないんでね、まあいいでしょう。体重 61.40kg、 先週に比べて 1.95kg の減少です。なので2キロですね、2キロぐらい減ってるというところです。 BMI 19.4 でマイナス 0.6、 体脂肪率は 14.8% で 0.9% の減少です。なので 1% ね、 1% ぐらい減ってる。で血圧116-76、最高血圧マイナス1、最低血圧マイナス5なんで、まあ血圧は変わってないですね。脈拍71でプラス4、ウエスト 70.0 で 1.5 センチの減少です。まあ2キロ減ってるんでね、1.5 センチぐらいは妥当なところでしょう。で、今日の気づき、あ、今日というか今週の気づきですね。まあ、まず計測の方で言えば2キロ減ったっていうのは、まあドリンクだわね。うん、ドリンクのみの絶食に変えたもんで、まあそれで2キロ減って、であと体脂肪率も 1% ですね、減ったっていうところです。間違いないと思うけどな、まあ、このまま今まだ量が多いもんで、うん、量を減らしていったら、まあ、どのくらいのところで落ち着くかですよねそんだけかな、うん、血圧はまあいい感じですね、というか調子がいい、うん、やっぱ絶食だな、固形物なしの絶食の方が調子がいい、まあ、明らかに調子がいいですね間違いなくまあやったら分かるけど、うん、やっぱこっちだなと思った、うん、やっぱこっちだ。まあ、固形物もね、絶食もあんまりずっと続けてるとね、ちょっとね、まあ、固形物が欲しくなるっていうか、ちょっとその体重体脂肪率があんまり減りすぎてもいかんもんで、なので、まあ、バランスよくね、バランスよく固形物も加えた方がもしかしたらいいかもしれないけどね。でその加えるのは、まあ、ミューズリーだな、質のいいミューズリー、うん、まあ採点バッハのやつが一番いいかなと思うけど、うん、ああいうミューズリーをまあちょっとね、少しあんまり体重体脂肪率が減りすぎた時はね、
あとまあ運動とかね、仕事とかでもまあエネルギーを使うって時はね、まあそのミューズリーでね調整してでやっていくのがいいかなってとこですね。で特にまあエネルギー的に問題ない時はジョギングぐらいとかでね、問題ない時だったらもうドリンクだけって形ですね。まあそれでやっていくのが一番調子がいいなと思った、あここだってとこです。まあそんな感じですね。今回は朝にねもうすでに2杯取ってるんで、1000ミリ取ってるんで、あの影響がまあどのぐらいあるかだけどね、あれがなかったらもうちょっと減ってたかなってとこですね。まあ、2.5 キロぐらいは減ってたかもしれないですね。2.5 キロぐらい。ってところです。で今週はまあとりあえずあれだよね、ドリンクのみの絶食実験をやったっていうところが大きいかなっていう。まあ、月曜日からね、月曜日からやり始めてるんで、1、2、3、4、5。5日間ですね。5日間絶食やってます。でね、ちょっと言い忘れてたんだけど、昨日だね、昨日金曜日の日にフルーツミックスだね。スタイル1のフルーツミックスを入れたフルーツ豆乳取ってるんだけど、まあそれでやったわけだ。まあ合計7000リットルぐらい取っちゃってるもんで、まあその辺の影響もあるのかもしれないけど、おそらくフルーツ豆乳が影響してるんじゃないかなっていうところで、あの蚊に刺される具合っていうのかな、蚊の刺され具合っていうのかな。まあ相変わらずやっぱね、夜にいっぱい刺されるんだけど、まあそれでも固形物取ってる時に比べたら刺されるなんか量は少ないっていうのかな。回数少ないっていうのは。まあ、マシではあるんだけど、やっぱ刺された時のね、その耐える精神状態っていうのかな。刺されたその痒みとかに耐える精神状態っていうのかな。これがね、ちょっと落ちるな、あのフルーツミックスは。ちょっとね、耐えられなくはないんだけど、なんか少し嫌な感じがあるっていうのかな。なんていうのか、イライラしやすいまでいかないんだけど、ちょっと精神状態が落ちるみたいな感じですね。そんな感じ。あのね、精神状態があんまり落ちるとね、蚊に刺された時にね、鬱陶しいってなるんだよ。鬱陶しいって、なっちゃうんだよ。でもね、精神状態がね安定してるとね、蚊に刺されてもね、まあ平気なんだわ。楽勝って感じなんだよ。もう全然大丈夫。何匹飛んできてもね、楽勝って感じなんだよ。もうほんとじーっとしてて、冷静にじーっとしてて、で、もう吸い切って飛んでいくのを待つっていうね。それが何ら問題なくできるわけだけど、やっぱね、その果物ジュースを取ると、やっぱ糖だもんで、糖の取りすぎで精神状態ちょっと悪くなるな。だからじーっとまあ冷静に待つっていうのがね、なかなかね、きちんとはできなくってね、ちょっとね、耐えがたいまでいかないけど、うっとしいってなっちゃうんだよね。まあ、うっとしいまでいかないかな。そこまでいかないけど、まあでも、ちょっと精神状態は落ちるって感じですかね。だもんで、まあ、果物ジュース、まあ、野菜ジュースの中に入ってる分にはまだいいけど、果物ジュース単体のやつは、あんまり良くないかなと思った。まあ、取りすぎってのが大きいと思うんで、取りすぎなければまだありかな。一杯ぐらいとかだったらね、全然いいかなと思うけど。まあ、さすがにね、1800フルーツミックス取ってて、さらにグレープジュースもね、900取ってるから、2700取ってて、あと、デイズの中にもね、果物ジュース入ってるし、まあ、グリーンスムージーの中にも入ってるから、って考えると、まあ、結構な量だよね。まあ、3000ぐらいは果物ジュース取ってるから、さすがにそんだけ取るとちょっと精神状態落ちるなっていうところですね。あと一応ちょっとね、その部屋のね、部屋の可能状態っていうのかな一応まあ撮影でね残しておこうと思うんで、これね、こういう風にね、蚊が壁にね、壁に止まってんだよね。こういう風に、あそことかね、その上とかね、ここにもおるし、ここにもおるし、割とね、いっぱいいるんだよ、部屋に。で、ここにもおるし、ここにもおるし、こうやってね、止まってんだよね、ずーっと。
10匹ぐらい常時部屋にいてね。で、まあ暗く夜ね、暗く電気消すと一気にやってくるっていうね。あとこの中だね。この中にもボウフラがね、うん、いるんだよ。ちょっと映るかな。これ。これね、ボウフラ。ちょっとぼやけちゃうけどな。あ、いるでしょ。あれとね、何匹、いっぱいいるんだよ。これ。いるでしょ。ここでボウフラ飼ってんだ。飼ってるっていうか、あの、榊におそらく卵がね、ついてたと思うんだけどな。うん、ここで帰って、で、部屋にね、こうやって部屋にね、いっぱい、うん、生まれたやつがね、常時壁に、まあ、スタンバイしとるっていうのかな。そんな感じ。で、まあ、私殺さないんで、川。川、川っていうか、あの、基本的に一切殺さないんで、うん、虫もね、だから、まあ、あの、分かってんだろうな。安全だっていうの。ここなら殺されないみたいな。まあ、だけど、夜にやってくるね、大体。うん、夜に刺しに来る。夜9時とか遅くで電気つけてても数匹はね、ビューンって飛んできて手とかね、刺しに来るんだよ。で、電気消すともう一気に来るね。そうすると5、6匹ブワーって来るんだ。うん、まあそういう感じで毎日ね、刺されてる。もう慣れたけどね。もう刺してもね、もうなんか平気っていうか、慣れちゃったもんでね。うん、もう全然あんま何も感じないですね。うん、ああ、来てる来てるみたいな。むしろ可愛いなぐらいに思ってるんで。あ、まあ、飼ってるみたいな感じですね。顔飼ってる。10匹ぐらいすでに飼ってる。あれがね、そんなに飼ってね、寿命長いわけじゃないんだけど、減ってかないね。なんか常時10匹ぐらいなんだよ。ずっと。あれ、2週間だっけ？飼ってそんな長くないんだけど、寿命ってさ。ずっとでもね、常時20匹はね、いるね。あ、補充されるのかな。まあ補充されるわな。あそこからね、ボウフラが帰るからさ、補充されるんだけど、増えることなんか、そんなにすごい増えるって感じでもなくって、減るって感じでもないで、常時なんか安定した量、安定した、まあ、10匹ぐらいなんだけど、数でいるっていう感じですね。面白い。まあそんなところです。でも逆にあの蚊がいることによって精神状態がわかるもんで、精神の状態が悪いと、やっぱその蚊が鬱陶しく感じるっていうのかな。だけど精神が安定してると、非常に安定してると、蚊が飛んできて刺しても全然平気。顔にいっぱいね、来ても全然平気っていうね。まあ、普通に穏やかに折れるっていうね。なので、そのバリ、パラメーターになるっていうのかな。精神状態のパラメーターになるんだよね、蚊ってね。割と貴重なんだよ、蚊。めっちゃ貴重ですね。まあそんなところです。で、来週ですね。来週は、まあ同じようにやっていきます。ドリンクのみの絶食実験ですね。絶食実験をこのままずっとね、ずっとやっていきます。いや、BMI 17.5 を切るまでですね。だまだ 19.4 だもんね。全然余裕だよね。まあ1ヶ月ぐらいはできるんじゃないかなと思うけど。まあこれからちょっと量減らしていくもんで、1.5 リッターにしたら BMI 17.5 を切るまでが早いかもしれないですね。1.5 リッターだとね、2週間ぐらいで切っちゃうんじゃないかなと思うけどな。1.5 リッターにしたらね。で、まあ量をまたちょっと増やしたりすれば、持ち直すと、持ち直すっていうか、まあ増えていくけどさ、体重も体脂肪率もね、増えていくけど。まあその辺ちょっとどういう風にやっていくかですね。固形物、ミューズリーを取って、体重体脂肪率を回復させるか、あるいはドリンクを増やして回復させるか、だけどね。一応まあ、その時に様子見ようかな。まあ、固形物あんまり取りたいと思わないんで、うん。取らない方が圧倒的に精神の状態いいもんで、体の状態がいいっていうのかな。体がやっぱ軽くってね、で、頭もなんかすっきりしててね、で、喋るのもなんかね、やっぱちょっと滑舌っていうか、声のトーンが強いっていうのかな。なんかしっかりした感じで喋れるし、で体全体のなんか状態もいいんだよね。やっぱ違うんで、全然違うんだよ。あと柔軟やるとやっぱ柔らかくなるしさ。まあそういうのがあるもん
で、特に精神だね、精神状態がすごいいいんで、落ち着くっていうか、ああ落ち着いてるって感じなんだよ、うん、だからまあこのままね、固形物取らずに行きたいとこですけどね。まあ取ってもミューズリーだけどね、取っても最低バッハのミューズリー、まあその辺でやっていく予定です。うん、まあ、固形物自体は当分取らないと思うんで、まあ、来週はドリンクのみの絶食実験ですね。継続っていう形で。で、量をちょっとね、減らしていきたいんで、この量さすがに多すぎなんで、まあ、減らしていきます。一応 1.5 リッターに持っていきたいけど、まあ、そこに近づけていく感じでね。で、トマトジュースだね。トマトジュースで割ったトマト豆乳がもしかしたら使えるかもしれないもんで、そこをまあ実験でね、ちょっと試していきたいっていうところです。そんだけですね。そしたら、日付で11月19日土曜日から11月25日金曜日まで、実験生活1679日目から1685日目まで、大体グリーン豆乳と玄米ご飯で生活実験1日目から2日目までですね、2日間。プラス、ドリンクのみの絶食実験1日目から5日目までね、5日間ですね。完了です。それではまた来週。